脚立が倉庫にあるからそれを使ってね。なんだそういうことでしたら最初から言っていただければいいのに。何が？つまりですね、お兄ちゃんしっかり支えててくださいね。そういうシチュエーションが好みなら恥ずかしいですけど、アキコ頑張ります。お兄ちゃん、何すんだエッチ。でも寝言に返事するとずっと喋り続けるって本当なんだね。え、俺何か言ったのか？言ったわよ。千里のこと好きだ、愛してる、もう離さない。つけ。どう？相沢先輩って告白か？雪乃先生辞めるそうですね。は？関係ないんだけど、あんなインダンババア。これで花ちゃんと。うわ、なんか身の危険感じるからやめていい？お姉さん一回離れて。私に全部任せて花ちゃん。本当にミサちゃん以外には興味ないのね。セイヤー！これどういう状況？見事に縄を切れば真っ端の私が落下、セイヤさんが受け止め、そのまま激しく愛し合うのでございます。いるのね。でも成功したら全裸のインラン女神が。心配ない。恥ずかしくて赤ちゃんできちゃいそうです。大丈夫ですか？大丈夫です、なんとかします。全然大丈夫じゃないよ。うるさい、もうダメだ、おしまいだ。ママよく見えない。すまん、ビリビニャー。カブ様、夏目と一緒に何をする気なんですか？私も一緒に。お前では無理だ。そういう大事なこと話してくれないの相変わらず。でもそんなミステリアスなところが。あたしを殴って、さっきあたしが殴った分の借り。半端はやらねえぞ。それじゃあ意味ないからね。殴り方分かってる？あのさ。そんなことか。私が悪かったので、お願いですから元のカズマに戻ってください。今のカズマはすごく気持ちが悪いです。さっきから何言ってるんだ。気持ち悪いです。さて、次の配役が決まったわけだが、何か意見があるやつはいるか？はい。なんだよ鹿島、王子役は不満か？この数日間で気づいてしまった先輩の願い、私がちゃんと叶えてあげますよ。堀先輩をお姫様役に推薦します。まひろさーん。あ、
おっと滑っちゃいました。メリークリスマスです、マヒロさん。となるとじゃんけんで、私こんな時はじゃんけんで決めた方がいいと思うの。俺じゃんけんで負けたことねえから。じゃんけんぽん。おかしいわ、おかしいわよ、ずるしたわね。お願い、もう一回、もう一回だ。お客様、むやみに押さないでください。私ルートの邪魔をしに来たんですか。ニャルコ、かわいい。その格好で拘束したい、養殖したい、調教して私なしでは生きられない体にしたい。偏った性的思考をぶちまけてんじゃねえですよ。あれ、シャンプー変えた。あ、うん、変かな。いや、てくれ、カシマ遅れてんじゃねえよ。力技だから。バイオレンス。ただいま。あ、お帰りなさいまし、マヒロさん。まずは私にします？それとも私がいいですか？ひょっとして私？全部お前じゃねえかって。なんでここにいる。ジグマン。おかえり。すぐご飯にする？先にシャワー浴びちゃう？それとも、あ、だ、シャワーにしよう。いやー、何の真似だ。俺を締め殺すつもりか。やっべ、これやっべ、すごいいい匂い。クンカクンカン。離れろ、変な病気がうつる。じゃ、俺風呂入るから。なんだよ、レディーファーストって知ってますか？俺は真の男女平等を願うもの。そもそもレディー扱いされたいというのなら、まずは一発のレディーになってからにしたまえ。なるほど、カズマが私のことを女として見ていないというのは理解しました。ならいっそ一緒に入りましょうか。そうだな、一緒に入れば解決だな。あれ、アヒロさん、せっかくのお休みです。無限のつながりの中で大人の階段を登ります。みゆき、ベビー用品を買いに行く。父親の自覚が生まれたんですね。ハッスルして可愛い赤ちゃん作っちゃいましょう。ますます腕を上げましたね、マヒロさん。私はハンターのセリス。この家に現像という名の男がいると聞いてやってきた魔獣殺しね。両手からだけまりちょーっ！ちょっと待って、痛い痛い、ごめんなさい、待って、やめて。遊ぼう、おはようの、ちょー、チロッキラー。おい、エミ。何してんだ。とりあえずここに立て。え？で、お前、蹴れ。え？おい、ちょっと待て。いいから行け。あいよ。